感染が判明したのは105人で、先週の同じ曜日より82人減少しています。いずれも基礎疾患のある70代から90代の男女3人の死亡が発表されました。感染者の累計は16万7303人となりました。51人が入院中で重症は一人増えて一人、中等症は一人減って10人です。 四国の感染者は愛媛が215人、香川が166人、徳島が147人で、す。で、